工具大好き。この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りします。工具大好き。こんにちは、高野倉正人です。こんにちは、川瀬涼子です。工具大好き、上質工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんとともにお届けしてまいります。はい、高野倉さん、今日はやっぱちょっと違いました ね、ちょっと違いましたね。もう大事件ですよ。ね、だって350坪の工具屋さんって、まあ、ないですよ。ないです、ね、ギガファクトリーギア神戸無事オープンいたしまして、はい、ね、たくさんのお客さん来ていただいております。おめでとうございます。ありがとうございます。昨日3月1日にギガファクトリーギア神戸、うん、はい、オープンですね。六甲アイランドなんでしょう。アイランドセンター駅直結でございます。はい、はい、ね、まあ、当分いますんでまだ神戸じゃあ今この放送聞きながらでも会いに行ったら高野倉さんに会えるかもしれない。いるかもしれません。お、はい、ぜひぜひ、はい、お持ちしております。そうですよね、もう今までない前代未聞な店舗になってるわけですもんね、はい、うん、ちょっとね、今までの感覚で来ちゃいけませんね。あらあらららら、まあ、だからちょっとなんていうのかな、テーマパークに行くぐらいの気持ちで、本当に新しい働き方をこう、ね、感じられる、もう街です。街にしてあります。はい、床には、ね、横断歩道ついてますから。へー、もうそんな感じです。うわ、はい、で外区が分かれてましてね、その外区ごとにいろんなお店が入ってるので、ぜひ来ていただければ。わ、皆さんぜひ行ってみてください。ぜひ、はい、さあそしてですね、うん、工具大好き、先週は声優さんなのに工具大好きという松風正也さんをゲストにお招きしました。はい、いや、もう今日も大変なことになると思いますよ。もう大変なことになると思います。もう、はい、覚悟していきましょう。そうですね、はい、ちょっと今気合い入れました。気合い入れていきましょう。はい、あの、はい、なんか可愛いキラキラの笑顔に騙されちゃいけないな。騙されちゃいけません。はい、もう完全にこっち側の人です。そうですよ、はい、で私なんか持ってかれそうになるので。そう、持ってかれます。ちょっと気合い入れます。はい、皆さんも気合い入れて聞いてください。はい、さあ過去の放送はポッドキャストでも聞いていただけます。はい、では早速今日も明るく楽しくスタートしましょう。はい、それでは皆さんご一緒に工具大好き。TBS ラジオ工具大好きは、工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんと私川瀬涼子が、さまざまな工具好きな方をお迎えしたり、工具や DIY に関する面白いお話を伺ったりする番組です。今週も声優の松風正也さんを迎えてお届けします。 TBS ラジオ工具大好き、川瀬涼子とファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。早速ですが今回のゲストの方お呼びしたいと思います。先週に引き続き工具大好き声優という松風正也さんです。はい、今日この TBS に送ってくれたタクシー運転手さん聞いてますか。松風正也です。ここ正面つけてもらった時に、あの番組名ゲストなんて言わなくて入れないじゃないですか。はい、であの TBS ラジオの工具大好きのゲストでってあの主演さんに言ったら、その後にもなんすかその番組誰の番組ですか。いや、ファクトリーギアの代表の高野倉さんの やられた番組で、僕も今日初めてなんですけど、あ、そうですか、うん、TBS いつも聞いてるんですけどね。で、あの絶対聞くんで、すごく運転手さんは工具お好きなんですかって言ったら、そりゃ男の子ですもんって言っていただいて、はい、嬉しいですね。確実にリスナーを一人掴んで、運転手さん聞いてますか。聞いてますか。何工具が好きかまではね話せなかった。距離が短すぎて。ついちゃいますからね。主演さんから玄関までだったんで。でも工具大好き声優って新たなカテゴリーができたわけです。いや、ね、これちょっと欲しいです。この、ね、はい、いいですね。で工具も広いですけどね、ハンドツールを中心として本当に大好き。はい、あるんですよ。部位っていうか分野に分けてくる。本当広いですもんね。本当に、うん、職人さんの中でも、あの渚さんのお話にもあったみたいに、うん、ね、大工さんの中でもまた全然違うんですよね。はい、僕あの中学生の時は片枠大工手元やってました。高野倉さんしか笑ってないよ。いやいやいや、それ何ですか。手元高野倉さんしか笑ってませんでした。びっくり。10人くらいいるんですけど、スタッフさんも全員笑ってなかった。こんな奇跡あるんですね。はい、手元っていう言い方がさ、だってもうさ、う、ね、現場用語だもんね。はい、みんなキョトンです。キョトンとして手元わからない。何ですか、それ。ね、いろいろ教えてくれないんだ。いろいろあるんです。もうここだけで盛り上がって。リスナーさん大丈夫かな今日。手元っていうのは、はい、だからまあ、職人さんがいて、うん、そのあれ持ってこいこれ持ってこいって言ってバーって走っていく、はい、一番こう下っ端の人たちのことを手元っていう。そういうことです。本当、そうそうそう、手元じゃないんですね。うん、あ、でも漢字で書いたらそっちになるかもしれないですね。極
今日何人手元いんのとか言うんですよね、はい、でそれで要はこう若いこれからの、うん、まあ、下積み時代っていうかさ、はい、入ったばっかりの子なんかは手元っつっていろいろね、うん、あの缶コーヒー買いに行かされたりとか、うん、卵買いに行かされたりとか、うんうん、道具持ってこさされたりとか、うん、ね、いろいろそういうのをやるんですよね、最初の何のお話でしたっけだから大工さん大工さんそれをやってましたっていう話で、はい、なるほど、それで僕が手元で出てきたからもともと型枠で、まあ、型枠を作るので、まあ、木工的なで日曜大工で自分の家具も作るので、うん、木系はやるんですけれども、はい、前回お話したシルバーアクセサリーとか、うん、金属系も好きで、でももともとバイク車なので、はい、ハンドツールっていう、うん、なんか僕 の、 あの属性ですね。ドンピシャですね、ファクトリギアのお客さんそのもの、本当ですね。さあ、そんな松風さんなんですけども、はい、今日はなんかあるものを持ってきていただいているということなんですが、何でしょうか。とっておき私のコレクションを高野倉さんに。う、懐かしい。さすが、もう入れ物だけで食いついてた。何ですか、黒いボックスが出てきました。ネプロス、これが私のコレクションでございます。何ですか。どうぞどうぞ皆さん。黒いね、ありがとうございます。あの大きい、あの柔道部の弁当箱ぐらいの大きさの、うん、スチールの箱、ネプロスの箱の中にいっぱいで、すごい。ちょっと叩いていいですか、この箱も。工具栓抜き。栓抜き、うん、全部栓抜きです。あ、本当だ。え、あの本当ビールとかの。そう、そうです。栓抜き、ドリンクの栓抜き。はい。で、私が持ってるのはスナップオンって書いてあります。あ、世界のスナップオン出た。はい。え、スナップオンの栓抜きか。アメリカのね、もう超有名ですよね。ハゼット、はい、ありますよ。ご存知、すごい、結構学びました。2年目なんで。2年目なんで。なんかもね、あのベンツはね、車載工具これですよね。これなんですか。これ呼べれますか。これ読めたらもうあれですよね。なんとかウォレット。ウォレット。なんですか。スタビレってやつ。スタビレ。あの、ベラさんも同じですけど、英語読みで読めないっていうね。はい、ベラって書いてますよね。え、なんですか、栓抜き。そうなんです、これすべて栓抜きでございます。工具メーカーさんの栓抜き。そうなんです。これ、ま、どうやって集めたんですか。なかなか、だって日本で手に、あのヨーロッパは瓶、はい、文化だからいっぱい栓抜きあるんですよ、はい、ていうか日本ってほとんど今時もうあの瓶で蓋開けるのがないから、栓抜きってあんまりニーズがなくて、あんまり日本ではこの工具メーカーが作る栓抜きって流通してないわけ。だから集めづらいのによくこれだけ集めましたね。これあのやっぱりベラがあの一世を風靡したじゃないですか、このグリップが人間工具で、このあの栓抜きが世界一抜きやすい栓抜きってちょっとバズったんですよ。へー、ちょびっとだけ。本当に俺知らないけど工具で、まあ、あのベラさんもこうやって見ていただいても、はい、色地も出すぐらい、こう、うん、色違いは、はい、本当だ、赤と緑で、うん、でその後あの PB の社長さんが変わって、あの、はい、チーズフォンデューのフォークとかを出したとかのあたりにこういうのをやっぱこうやり出して、なんかあの各種グリップ本気出し始めたんですよね。で、あの前に出してたメーカーとかもいろいろあったのを、これちょっと買っちゃったらですね、これはもう集めなきゃいけないのかなと思って。へー、あ、そうなんですか。めっちゃ可愛い。これマックツールですよ。これ多分珍しい。マックツールは珍しいですね。やっぱ握りやすいと、あの握り物、回し物って、回し物、あの、はい、ドライバーとかの回すグリップって、はい、環境悪い時とか耐久性とか、うんうん、各社命がけで超頑張ってるっすよね、はい、でそれにこの、まあ、回さないんですけどね、うんうん、つけちゃうと最高じゃないですか。これ最高の品がこれじゃないですか、どう考えても。しかもね、スタビリーってこれ見てください、メッキとか綺麗。あとこれも見てください、はい、これもうアメリカ人しかやらないでしょ。これスナップオンのソケット本当に切っちゃってるんですよ。ソケットの真ん中をこう、うん、切って切って栓抜きにしてるの。これ多分本物なんですよ。こう なんて言えばいいですかね。そうあこう使うやつを落としちゃった。こうね、はい、うん、引っかかるよ。すごい、それすごい。俺ちょっと初めて見ました。嬉しい。これやばいですよね。みんな大好。これすごい。これね、あとね、高野倉さんあれなんですよ、うん、あのスナップオンとかやっぱ人気ありすぎて、うん、ノベルティだけのものを作りがちなんですよ、うん、OEM っていうかもう完全に栓抜きメーカーにロゴだけつけたよ。よく知ってますね、うん、僕はそれは一切集めない。よく知ってるな。もうちゃんとそのメーカーのグリップを使ってないとっていうの縛りでやってるので、はい、スナップオンの中でもこの2つを持って、これ旧グリップなんですよ、スナップオン。本当だ、握りがなんか四角いというか、これ昔の、今当たりが違う、はい。
俺今日すっげー楽してる。すごい。めっちゃ何でも知ってるもんだ。でも面白い。俺より知ってるよ。それでもちょっとメイドインが違ったりするのか、うん、このハゼットがですね、これなくてわざわざ海外から取り寄せたんですけど、これメイドインジャーマニーなんですよ。これ、通販で海外から取り寄せたから来た時にちっさって言いました、ね。大きさわかんない。こいつ一番高いくせにちっさって言いました、ね。手のひらに収まる。5、6センチの。そうなんですよ。松川さん、俺ほらあの本当かわいい、ついこの間もあのエヴァ PB のエヴァ社長来て、うん、あの一緒にミーティングしてご飯食べに行ったりしてるので、うん、あのでね、よくもいただくんですよ僕これ、はい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 、あのちょっとゲットしたらプレゼントしますよ。ぜひ。抜いた線の方が入ってるんですけど、何ですかこれは。これは各社抜きっぷりと抜き心地と抜き心地と抜いた跡が違うんですよ。これね、線のなんていうんですか、この角度とか。でね、このね、これやばい人来ましたね。じゃあ俺本書きたくなった。やばい人来ました。高野倉さん、これ見てください。これ PB なんで、これは僕が千葉さんを乗り出してるじゃないですか。え、何マークですか。キスマークって呼んでるんですよ。やばいですね。 PB のキスマーク、このね、このハートっぽいのとこのキス、本当だ。なるんですよ PB だけこれ。しかもちょっとしなるんです。しなってキスマークつくんですよ、これ BB のこれ。線の先ちょっと、まあ、中心部にね、可愛いんですよ。なんかやっぱこうマックとかはこうひねり取るから、アメリカだなって思うわけ。本当だ。え、スナップオン見ていいですか。もちろん。スナップオンの線はどうなるんだろう。スナップオンも、ね、はい、2種あります。ちょっと間違いない。こっちはね、やっぱりね、はい、近しいからね。あ、スナップオンあんまり跡が残ってない線に。すごい。でこれをですね、 YouTube で世界一抜きやすい線抜きはどれなんだ選手権を勝手に開催してるんですよ、はいはい、一人で全く人気が出ない。じゃあそれ分かった。じゃあ松川さん、それをね、はい、僕のチャンネルでやりましょう。やりましょう、ね、これでも面白い。めっちゃこれその時ハゼットいなかったんで。ハゼットいなかったから、でそれでこれすごい、その場でやってみよう、こうやって、はい、それをやろう、撮ろう。そうだ、今度。あとこのね、ベラで言っても、うんうんうん、これあの本当はチゼルだったり絶縁だったりって意味あるじゃないですか、はい、線抜きなんだからもう同じじゃないですか。確かに絶縁の意味ない。でもね、ベラさんが超色違い出すんですよ、うん、これもうどこまで集めていいか分かんなくて。この間なんか日本限定で白と赤みたいな、もう日本限定の線抜きってみたいな。でもそれ全部やっちゃうんですよ、ベラさん。すごい困ってて、俺ベラだけで10本ぐらいになるから、この今ベラだけステイしてるんですよ。これステイ最高なんですけど。いや、ね、皆さん、だから川瀬さんも1本目だったらベラなんですね。わかりました。ファースト1本目はベラの線抜き。いや、あのさ、集めてる人だいると思うよ。だけどこの抜きっぷりコンテストってのはさ、うん、初めて見たもん。線の方をしかも保存袋に入れて、これすごい、名前まで書いてるんですよ。しかもちゃんと全部同じメーカーにしてる、構成にね。本当だ、本当だ。メーカー違っちゃったらダメ。でも面白い、これだけ跡がつくものもあるんですね、歪むというか。あ、やった、川瀬さんが。川瀬さんが反応した。ソケットのトレイとかには一切反応しなさない。川瀬さんがやった。線抜きは身近じゃないですか。よかった、嬉しい。そうなんですよ、これだからもうね、でもやばいですね。僕はもう居酒屋さんにね、これを持ってったりとかしてね、もう店員さんに、ね、抜かずに持ってきてくださいって言うと不思議な顔されました、ね、え、その場で試すってことですか、マイ線抜きで。やっぱ大変じゃないですか、ね、家で一人やり続けるの。だからもうお店に今日は3本持ってこっていう感じで。大変なお客様が来たぞと裏で噂になってますよ。変わりもんだなって。じゃあ、ね、前線あれだよね、だからツールスバー来てください、天王寺。そうだ、やり放題。バーやってやり放題ですよ。やり放題。クラフトビールだから、あそこにやったの。だからどんどん端から開けていけばもう天国があった。そう、天国があった。そうですよ、たまにそれで僕の私物の線抜きとかあるから使ってみてください。こうやって、あとお客さんにもこれやったらもうすごい売り上げ、めっちゃ盛り、とんでもない売り上げになるから、もうめちゃくちゃみんな飲むから、みんな試したいから。そうなんですよ。でこれまたね、いいんです、抜き心地が信じられない、いいんですよ、やっぱり。よかった。工具メーカーが作ってるから、はい、本当に。いや、でも試してみたい。いや、すごい、ましたね、びっくり。やばい、ちょっとこっち側に来ちゃいました、私も。ちょっとなんか、そういえばこの間ね、雑誌社からね、うん、あの工具をやって実際使ってる人ですごい人を紹介してくださいって言われたので、うん、ちょっと出ていただけますよね。でこの線抜きの話めっちゃ喜ぶよね。いや、これ面白いですよ。ちょっと今出ます、ちょっと言われてるんで。ありがとうございます。次行きましょう。すごい。いや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 、盛り上がりすぎましたね。ちょっと毎回、はい、足りない。ちょっとクールダウンの時間ということで、はい、CM に参りましょう。TBS ラジオ工具大好き、
川瀬良子とファクトリーギアの高野倉雅人がお送りしています。ゲストは引き続き声優の松風雅代さんです。どうも、工具声優の松風雅代です。工具声優また出てきた新たなジャンルがよろしくお願いします。まだまだご紹介したい工具が、そうなんです、いくらでいいですか、なんかおすすめっていう、いやいや、ぜひお願いします、はい、おすすめがこちらでございます、はい、ニッパーなんですけど、クニペックスの6452115、ドイツのメーカークニペックスというのがね、はい、この赤と青 の、はい、あれ川瀬さんそこからですか、はい、これ実は、うん、あの精密ニッパーなんですけど、はい、ま、なぜ型番を置いたかというと、この口先がいろいろすごいあるんですよ、うん、素晴らしいメーカーなので、はい、この精密ニッパーが爪切り、これが完成形なんじゃないかなって。爪切るの当たり前じゃないですか、金属の配線切れちゃうんだから、もう川瀬さんの爪なんかもうパチ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 切れちゃいますよ、で専用じゃないの、僕爪切りも好きで、まあ、刃物なの でいろいろやって、燕三条とか諏訪田とかの有名なのもあって使ったことあるんですけど、はい、まあ、あれがだから結構ニッパー型に、巻き爪の方とかね、はい、女性とかもニッパー型になりがちなんですよ、はい、で、もう待ってよ、うん、だったらクニペックスってニッパー世界一って言えるんじゃないの、はい、みたいなところと、これ鏡面仕上げ、その配線をギリギリで切るために基板ですね、はい、基板の抵抗とかを切るためのもともとものなんですよ、はい、だからニッパーって普通はこうまっすぐになってるんだけど、刃先がこう45度以上曲がってるんですよ、90度に近い、だからそれ70度ぐらい曲がってるのかな、こう切る面なんです、はい、でそのこうなってますよ、斜めに曲がってるので、要するに切るときに爪にぴったりフィットしてくるっていう、そこが気に入っちゃってるってことですね。いろいろ見た結果、これが完成形なんじゃないの、これにマスキングテープを貼って爪が飛ばないようにしてやるのが、もう俺のこれだ完成形だと思って、みんなこれにすべきだと思って、じゃあこれで松風さん爪切ってるんですか。もちろんこれね、僕ね、実はある、そのニッパーメーカーの社長さんとお話をしたときに、はい、まあ、諏訪田さんっていう世界的に有名な爪切りメーカーが、新潟の三条にありまして、はい、でももう本当に数々のブランドの OEM で諏訪田さんが作ってるっていうぐらい、世界の爪切りとして、ね、みんな使ってる、すごいっす、世界のブルジョワジーさえ欲しがる、一時期物が手に入らないぐらい売れちゃったんだけど、で諏訪田の爪切りすごいですよねって言って、ある工業用のニッパーを作ってる社長さんに聞いて、諏訪田さんのニッパーと工業用のニッパーの切れ味、つまり工業用のニッパーは爪切りとして使うのにはふさわしくないのかって言ったら、自信を持って、いや僕ら のニッパーは爪切りとして使っても超一流だって自信を持って言ったんですよ。だから松川さんが言われたのが本当にまさにその通りで、その爪切り用じゃないけど工業用のニッパーって爪を切ったとしても最高の切れ味を体感できるんですよ。あと諏訪田さんすごすぎてちょっと怖いっす、ぬらって切れるから、うん、すごすぎるっす、もうあれもう凄まじい、うん、あの業界方向では多分トップを取ったんですけど、はい、多分これはこっち、そのだから多分ね、切れ味っていう部分が多分ね、松川さんもご存知じゃないですか、インダストリアルのいいニッパーの切れ味、はいはい、あれを知ってる人と、その今ニュルッとしたあの切れ味って、工業系の切ってる人たちにしてみると、いやもうちょっとスパッっていうか、煮るじゃなくてスパッといってほしいっていう、その日本人の切るその感覚の違いがあるんで、はい、だから多分クニペックスのこの精密ニッパーの切れ味が多分日常的な作業の中での切れ味にフィットするから、爪切った時に嬉しくなるっていうやつですよね。高野倉さんすごい、これ使ってないのに、爪切ってないのに俺以上のこと感想を述べる、擬音でね、とそうなんですよ、このぬるっとスパッと、そこなんですよ。あとね、この鏡面仕上げは物がなくなったりとかしないためにやってる美しさなんです。わかります、こんな綺麗にする必要ないじゃないですか、ピカピカなんですよ。このシリーズだけピカピカにしてるのは、はい、その基板に細かい鉄くずとかが落ちたりすると事故になっちゃうから、はい、そういうことが一切ないようにっていう精度の出し方なんですよ、それを爪に使う幸せ。さあ本日いかがでしょうか、皆さん、私のプレゼン、クニペックスの買います。あとあれな話なんですけど、お値段そんなしない。あ、そうなんですよ、そうなんですよ、インダストリアルで使われてる道具って、特にクニペックスって世界的なプライヤーメーカーなんで、作ってる数が違うんですよ、はい、なのでクオリティの割に安い、はい、
なのでそれを例えば本当にインダストリアで使われているものを爪切りとかに使うっていうのは、うん、そのコスパ考えた時にめちゃくちゃ結構あんのよ、そういうインダストリアルなものを一般で使うとすごくいい。しかも恐ろしいのはここにバネがあるんですけどね、このバネが戻ってくる、このバネだけ別売りで売ってますからね、はい、このバネが数万回使って、そう数万回使ってお仕事工場で使って、うん、そのバネが下手った時にバネだけ変えれますよみたいな、もう一章どころか三章ぐらいこれ使えるんです。だからもう工具を使うってことはよく言ってるんですけどね、もうひまごろ台まで使えるんですよ。そうか、いい工具は仮に1万円だとしても3台でじゃあ割ってったらいくらですかこれ、うん、っていう話なんです。歯がダメになるんじゃなくてバネがダメになる。で歯はもう人間の爪を切ってる程度ではね、このクニペックスさんの歯を言わすような歯は、うん、爪はどうしようカルシウムを丸食いしてるような人じゃないそんな爪は生えない。だからでもね本当にね本当にいい工具って長く使えるでしょ、はい、長く使えるから1日も早く買った方がいいわけ、うん、いやもうそうです本当そうです。でそう本当そう、だからそれで我慢しちゃうといいものを使う経験が1年先だったり、うん、半年先になったりしちゃう、はい、だってその先ずっとあるんだから、うん、でもそれが耐久性が、ね、ないものだったら1年で終わりだから、うん、買うタイミング考えなきゃいけないけど、いいものは1日も早く買った方がいい、はい、息子娘も言うんですよ、死んだお父さん使ったこれいいやつだな、いやすげえな全然悪くなんねえな、 そいつのもう子供も言うわけですよ、そうそうそう、おじいちゃんが買ったらしいよこれ、そうそうそう、全然下手んねえなってなるわけですよ。うわそれでそのお父さんが大事にしてたんだねとか、そういう話にね花が咲くわけですよ、物を通してね。あ、高野倉さん工具紹介に参りましょういい話しすぎたね。はい、じゃあ私の方からですね、はい、ちょっとご紹介するのは今日はねロブスター、まあ、ロブテックスの、はい、ツーナインズっていうですね、うん、ハイブリッドモンキ ー、こちらをねちょっと紹介したいと思うんですよ。これまあエビのモンキーって言ったらもういろんなところでね使われるものなんですけれども、うんうん、これまあ、 ハイブリッドモンキーって言って知ってる人たちは知ってるんですけど、はい、モンキーって顎がガタガタするんですけど、その顎のガタガタがないっていうのと、うん、あとハンドルの部分に穴が開いててめちゃめちゃ軽いわけですよ、はい、てか顔つきがちょっと良くないですか。どうしたのエビちゃん、なんか最近かっこいいよねっていうね、エビちゃん結構日本のモンキーで昔からインダストリアでいろんなところにあるから、はいはいはい、エビのモンキー取ってくれぐらいの感じがなんかついにこうツーナインズとか ね英語使い出しちゃって、なんか急にこうなんかこうねおしゃれなモンキーを作り出したわけですよ、本当ですね、はい、でここでちょっと松川さんに質問ですけど、はい、なぜツーナインズって名前をつけてるんだと思います。ジェイクラフトツーナインズ、ジェイ、まあ、まあ J はね日本ですよ、はいはい、でクラフトはまあ技能とかねものづくりみたいなところがあるんだけど、さあ99ツーナインズは何でしょう。 99%、あそう近いんですよ。あのもうねエビさんにしてみたら今までのモンキーからこれはもう最終形に近いぐらいいいものができたぞっていうあのものを自信を出したんだけど、はい、そこをあえて99ということで現状に満足しないで100をさらに求めるぞというこの姿勢のためにツーナインズって名前を作ったらしいです。完熟はもうそれ以降腐るだけですもんね。そうです、未熟の素晴らしさとか、そう、うん、藤岡博さんの点ですよね。そうそれです、藤岡博です。そういうことなんですか。藤岡博点が正式であれはあの終わってない、完結してない。点付けを川瀬涼子店かっこいい、それが川瀬涼子店っちです、両方もらおうかな、はい、っていうもので、あの、まあ、エビさんが出した2023年6月に出た新しいモンキーなんですけど、モンキーで新しいもの出るっていうのは非常にね、本当ですね、あの、まあ、こんな昔からあるものでありながら、あえて新しいものを出してきた、真っ黒でめちゃくちゃかっこいいモンキーでございます。艶消しというかこのブラックな感じめっちゃかっこいい、ね、基本に立ち返って本当にすごいのを作るべきところが作ったよみたいな、そうですですね、うん、というものでございます。でこちらですね2024年3月1日といえば、うん、ギガファクトリーギガ神戸、はい、350坪のファクトリーギガが神戸にオープンしたんですけれども、うんうん、でそこの中にエビさんロブテックスさんも展示コーナーありまして、はいはい、そこであります。おーはい、でこれをギガファクトリーギアで買っていただきますとですね、はい、エビさんからなんとプレゼントがありまして、えボンキーキーホルダ ー、 かわいい、めっちゃかわいい、プレゼントしていただけるということで、このかわいらしいいろんな色のキーホルダーをねエビさんが用意してくれましたので、ぜひあのギガファクトリーギア神戸ちょっと行っていただいて、かわいい、こちらモンキー、ね、ギガファクトリーギアさんじゃないともらえないんですね。一応そういうことじゃなくて全部えファクトリーギア全店、すごい、えファクトリーギア全店、すごい、いや俺ギガファクトリーギアだけだと思ったら太っ腹ファクトリーギアさん
すごい。このカラーブラックはもちろんいいですけど、あの製品と同じ、はい、このカラフルなやつバッグとかにね釣ってたら、うもうだって絶対好きな同じ世界の人だっていうのが、ね、本当だ、ね、うん、友達になれそうみたいな、そうそうそう、あ話しかけようってなりますよ ね、 ねお店に行ったらこれあるものがあるから自分で好きな色選べるんですけど、はい、EC はちょっと選べないっていうことで、だからギガファクトリーギア行っていただいて買って、うん、この可愛らしい今ね何色ある、なんか紫とか黄色とか、なんか緑、ね、本当ヒーローみたい、戦隊ヒーローみたいな、本当だ、はい、でこれも触りながら感触確かめていただいて、自分のもうこの軽さとか全然違うじゃないですか、はい、でいいねっつってエビの模型買っていただければということでございます。だからこれファクトリーギア全店でギガファクトリーギアオープンに向けてのいろんな特別商品ありますんで、このチャンスにいろいろチェックしていただければと思います。エビさんに限らずね、はい、いろいろあります。塚地さん、これどういう時に使いたいですか、もし使うとしたら。どういう時に、素敵な質問しますね、はい、いやそれよりもあれです、このやっぱずっと触っちゃってますけど、やっぱこの、はい、精度がやばいですね、この、そうですよね、回しネジ部の精度と、多分このネジ部の接点もなんか入ってんだろうなと思います。この動き、この精度の高さ、なかなか滑らかってことですか。そうですね、モンキーの一番当たる部分って普通はまっすぐじゃないですか、うん、これ角があるんで、うん、だから当たる面が多いんですよ、うん、普通は2点だけで回すけれども、うん、これは六角に近い、うんうん、普通は2角しかないですよね、うん、モンキーってこれ 1,2,3 角あって、さらにその角の部分に R がついてるんで滑らないっていう、はい、角でグーってやらない、ま、これ元祖便利ツールですからね、うん、あのこれ1個ですごい対応できるっていうのがモンキーじゃないですか、ね、使いたい時が多い工具ですよね、うん、モンキー。あ、そうなんですか。スパナ1本だけ持ってるの、これ1本持ってるの。そうです、もともとはね、あの蒸気で機械を動かす工場の中で、蒸気のこうメンテナンスをするために天井の方に上がった子たちがいくつものネジを回すときに工具をいっぱい持っていけずに使ったのがモンキーレンジ、うん、でその子たちが天井付近でまるで本当に飛び回るようにしてその作業をしてたので、うん、彼らを油まみれになってやったので、彼らを俗称してグリスモンキーって言われてました。アメリカでね、そう言われてるのはモンキーおかしいですもんね。そうそう、何が猿なんだろうって、うんうん、お猿さん、うん、もうあの年の若いね、あの身軽な子たちをそういう仕事をさせてたんですね。で油まみれになって天井付近でいろんなネジを回さなきゃいけない、うん、たくさん持ってくとジャラジャラ大変なので、アジャストできる工具が欲しいねって言われたのがモンキーレンチ、グリースモンキーが使うレンチなので、グリースモンキーレンチ、モンキーレンチっていう、なんてためになる番組だよ。なんだこの番組は、素晴らしい。というものなんです、ね、もう目の輝きがすごい、マスカデさんの。すごい、もうそしてずっと話さないですからね、モンキーレンチ、はい、いいですね、うん、発明系最近流行ってましたけどね、あの、はい、新しい発明、うんうんうん、あの機構が新しいみたいな、うん、こういう風になんか基本的なものをがっちり作るっていうのは、ね、そうそう、基本的なものをちょっとディテールを変えて、うんうんうん、作るっていうのね、まあ、エビさんの99、すごいですね、ありがとうございます。さあ2週にわたって松風さんご出演いただきましたが、ありがとうございます。あっという間にお時間です。ありがとうございました。ありがとうございました。てかもうちょっとなんか続編やりたい、もうすぐ足りないです ね、 ねもう足りない、ねね、まだなんかいろいろ変なの持ってますって、うん、持ってそう、ね、いっぱい持ってそう、その時はまた持ってきてください、はい、最後松風さんからお知らせなどありましたらお願いします。あの高野倉さんにも見ていただいた声優なのに喋らない YouTube、はい、全く誰に刺さるのかわからないことを僕に刺さってます。あ、じゃあもうみんな見てくれなくていいです。今日高野倉さんがもう言ってくれたから OK です。はい、YouTube 検索するとチャプターに全然松風さんの姿がないから、そう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 、あれこれ本当にそうなのかなってみたいな、合ってるかなと。でも工具付け見たら分かる工具がピッて出てるから、そうですよね、あーって思うわ。信じて突き進んでよかったです、うんうん、今日はここに来れて幸せでした。ありがとうございます。メール送ってくださったことからスタジオに来てもね、もらうまでのすごいですね、はい、運転手さん聞いてましたか ねあとリスナーの皆さんとかもつながりたいですよ ね、 そうですね、みんな絶対好きだし、うん、絶対いいものだから、うん、そうですね、ぜひファクトリーギアさんのツールズバーで栓抜きの、うん、松風さんの日作りましょう、ツールズバーで、で僕と二人でずっと栓抜きで、あの抜いてるだけの、抜きながらずっといろいろ喋ってるだけの、ね、そういうやつね、はい、それも楽しみにしています。はい、ということでよろしいでしょうか、はい、時間足りないですね、うん、はい、ということでゲストは声優の松風雅也さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。さあ高野倉さん、はい、あっという間にエンディングです、うんね、2週にわたって声優の松風雅也さん、なんでもう笑ってるんですか。だってもう業界一ですよ、あの工具好き度。
いやびっくりしました。だって僕の解説いらなく、もう史上最高に僕楽したね今回この2回。確かに工具説明しなくていいんだもん、全部喋ってくれるから。本当です ね本当に。もうそしてなんか詳しいですし、工具大好きっていうのが本当に伝わりました。愛がすごいね。愛がすごい、愛がすごい深い愛、うん、ね、だミトンさんとかは最近ちょっと面白さに気づいた人だけど、はい、なんかこうもう増川さんの場合はもう長年にわたってこう好き好きをこう深掘りしちゃってるから、情報もすごいし知識もすごいし思いもすごいからね。はい、さらに僕がちょっと知らないことを教えた時であの目のキラキラな感じで、ね、そうなんですか、ピカピカピカとかもう嬉しくなっちゃうね、あれね。本当に目が輝くってこういうことなんだなってぐらい輝いてました。あんなこっち側にいる ね声優の方は、ね、いないですよ多分。日本一だと思う日本一の称号をあげましょう。あ、すごい、日本一工具大好き声優。おお、はい、第2第3がいらっしゃるのか。いないと思うないや、やっぱご自分自らね、はい、番組に出たいってメール送るだけありましたね。本当、ね、びっくりですよ。本当に、はい、また来ていただきたいです ね来ていただきたいです僕も行きたいもんぜひコラボを楽しみにしております。はい、はい、ということで皆さん次回もどうぞよろしくお願いいたします。工具大好き、ここまでのお相手は川瀬良子とファクトリーギアの高野倉正人でした。また次回、工具が今よりももっと好きになっているあなたとお会いしましょう。さようなら。工具大好き、この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りしました。